サントアンボルンは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ランド圏のコミューン。コミューンはしばしば、サントゥルと呼ばれる。コミューンの一ボルン地方、ランドの森の中にあるコミューンで、ミミザンとビスカロス間を走る、国道652号線途上にある。ビスカロス港及びパレンティス湖の南端に位置している。ベレム地図に記されたサントゥラリー。 赤で囲まれた場所が、ルプルジャン星エウラリアは、メリダで生まれ、304年に殉教した、スペインの聖人である。その聖人の名を与えられた村は、さらに東を通過するローマ時代の街道から離れた、非常に古くからキリスト教家された場所だった。ラホン及び、ガウスという地区で見つかった石器で証明されたように、この土地では、戦死時代から人が定住していた。その後、 中世にモットベイリーが建設され、現在のコミューンの南側に痕跡が残る。サントラリーはサンティアゴの巡礼路途上で立ち寄る場所であった。マルタ騎士団のコマンドリーはサントラリー教区に位置し、現在はコミューンとなっているギャストの向こうにあった。コマンドリーはサントラリーのジェシスという地区にあり、18世紀初頭に埋められてしまった礼拝堂があった。 18世紀のカシーニ地図及びピエールド・ベレムの古い地図において古くのサントラリー村の中心はさらに西のルプルジャンという場所だったと記されているがこれは砂丘の砂が動いて村が移転したからである2017年時点のコミューンの人口は1265人で2012年当時の人口より2.26%増加した参照元 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。